どうも、ほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。先日もラテアートの1対1の方のスクールですね、個人の方ですがご参加ご表明いただきましてありがとうございます。本当にその1回で飛躍できるようにお手伝いさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それとまた、コーヒー豆の定期便ですねをご購入いただきました方、本当にありがとうございます。もう焼きたてを最高に美味しいコーヒー豆をお届けいたしますのでよろしくお願いいたします。またドリップなどで全然豆が膨らまないやエスプレッソでクレマが出ないっていうお客様は、もう本当にそれはもう豆が悪いか焦げてるか、またはもう古くて腐敗してるかですので、一度私の方のものを使っていただいて、その美味しいコーヒーっていうのを一度体験していただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。さて今回ですが、ピッチャーですね。いろいろあります。ピッチャーもステンレスのものからテフロンのもの、大きさも大小、そしてプラスチックのもの、そしてこういう口が出ているやつですね。で、まあ、家庭用の方は基本的にはこの小さい方のピッチャーを使っていただきたいなと思います。で、まあ、第1弾、今回は一応第1弾ということで、こういった口のすごく出ているピッチャーですね、こういうピッチャーはどうなのかっていうのについてお伝えしたいなと思います。デロンギーでも同じようにこんな感じですごい口が出てます。ちなみにこれはデバイスタイルっていうかなりレアな、お値段がむちゃくちゃ高いピッチャーです。確か5000円ぐらいだったかなと思います。私も初めに買ったピッチャーですね。で、そうです、何が言いたいかというと、この口がすごい出てるんですね。普通のピッチャーですとこんな感じで、ちょっと上がりにくいですかね、そこまで出てないんですよ。まっすぐからちょっとなんですけど、これに関しては口の距離が長いですし、何でしょう、こう細長い感じなんですよね。で、ここに多分出ると思いますが、デロンギのピッチャーに関しても同じように出ています。で、結構私の教室に来てくださる方でもうデロンギのピッチャーを買ってしまっている方がいますので、そう、何でしょう、悪いっていうことはないんですけど使いにくいですよっていうのをお伝えしたいなという動画です。で、やっぱり口が長いですと、ああいったフリポアラテアートなんて言います、こう振ってウィングチューリップスワーンとかですね、リーフアーいうのはやっぱりやりにくいと思います。どちらかと言いますと白黒はっきりコントラストがバチッと出て、ど真ん中にハートがドーンみたいな感じですかね。で、ウィングチューリップじゃなくて普通のチューリップをドーンで、コントラストで点を取るみたいな感じの狙いのピッチャーになりますので、そういった細長い口でこう書いていくっていうのは非常に難しくなりますので、そのどっちを書きたいかで書き換えていただきたいなと思います。まあ、コントラストははっきり出やすいですので、あのキャラクターをうまくはっきりコントラストを出して書くっていうのには良いかもしれないですので、まあ、試してみないといけないっていうのもありますが、まあ、私としてはもう無難にこれですね、この普通のピッチャーを購入していただきたいなと思います。でも迷う方は本当にこのラトルウェアですね、ラトルウェア見ますかね、を購入していただけたら間違いないかと思います。で、あとその中国産のものは悪いということはないですけど、時々外れがありますので、そこはあまり冒険せずにもう無難にラトルウェアを買っていただきたいなと思います。まあ、Amazon でも売っておりますし、まあ、楽天でも何でもあるかと思いますね。しつこく言うですけども、ラトルウェア間違いないです。で、その大きさは大きいのではなくて小さい方を購入していただけたら問題ないかと思います。さて、では口がジャーンと出た、口が
ジョーンって出ているピッチャーと、まあ普通のピッチャー、ちょっと対決させてみようではないかと思います。まあ家庭用マシンで、まあどう違うのか、まあ書いてみないと伝わらないかもしれないですけど、こっちの、まあ私なりのやりにくさを伝わっていただけたらなと思います。それでは、今日もデロンギを使っていこうと思いますので、では、作っていきます。それでは、作っていこうと思います。まあ、もうすでに粉は 14g 引いています。で、これをきれいにレベリングしまして、こういう感じですね。で、ここに、ディストリビューターです。これも安定にはもう欠かせないアイテムですので、ぜひ、よろしくお願いします。で、その後、タンパです。で、このピッチャーですが、家庭用としては販売されたものの、その通の長さがやりにくいですので、別のテフロンピッチャーでフォームを作って、写して、書いていこうと思います。それではこのまま蒸気ができるまでしばしお待ちください。はい、では蒸気が生成されましたので、体出しをします。本当に少しで大丈夫です。でピッチャーに牛乳を入れて、これぐらい170とかそれぐらいですかね。ですぐにセットできるようにハンドルは用意しておきます。で、まあ、スチームなんですけど、まあ、こうやって初めに泡立ててしまって、あとはもうチリチリ言わせないっていう感じがいいですね。で、手のひらで測っていただいて、もう熱くなったら止めてもらったらいいと思います。で、家庭マシンはもうここからがスピード勝負になりますので、できるだけ早く、タタ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 ってやっていただきたいなと思います。熱くなってきます。止めます。空出ししながらノズルを拭きます。温度下げてください。温度が下がって、ハンドルをつけて抽出に行きます。その間にピッチャーを移して、はい、では行きましょう。こういった感じに結構広がりにくいんですね。ですけど、まあコントラストはかなりしっかりします。これはこういった口がすごい出たピッチャーの特徴になります。で、なんでしょう、こうはっきりとさせる大会では強いんですけど、最近はもうウイングとかの方が多いですので、そうなってくるとちょっとやりにくいですね。不利になってきます。ですので、ピッチャーを購入されるときは、まあフリーポアなど書きたい場合はこちらではなく、こういった普通のラトルウェアのピッチャーを購入されると良いかと思います。さて、いかがでしたでしょうか。もう本当に、まあコントラストはっきりさせるにはいいんですけど、まあ広がりあるウィングとか書くっていうのにはちょっと難しいかと思います。ですので、まあこういったもう普通のピッチャーを購入していただきたいなと思います。
でもそのコントラストを重視した大会もあるんで、その時はあっちを選んでいただきたいなと思います。ですので昔でしたら、まあメプラとかすごい口の出たやつは一時は本当にかなり強かったりしますので、まあ時代とともに変わりつつあるって感じですので、まあ僕みたいにコレクションを持っていて、まあそこから好きなのを選んで書いてみるっていうのも良いかと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。いただきます。うまいです。それと当店舗では1対1のラテアート教室を行っております。4月がもう満席となります。それと5月が、もう確か3日ほどしか空いてなかったと思います。ですのでもし早めに何とかしたいっていう方がおられましたら、早めにできればご参加いただけたらなと思います。メインサイトの方の URL にて出ておりますので、詳細が出ておりますのでご覧いただけたらなと思います。あとまあ今ここに多分予定表といいますか月のやつが出てると思います。まあそれは現時点になりますので、常に更新していきますのでどうなるか分かりませんが、もう本当にすぐに上手くなれますので、よろしければご参加いただけたらなと思います。またショップの方やもうマシン、こういったマシンをお持ちのお客様もお伺いさせていただきますので、その環境でそのそちらにあるカップを使っていただいて、そちらにあるピッチャーを使っていただいて、もう豆牛乳使っていただいて、もうすぐ即戦力になるようにお伝えしますので、よろしければお願いいたします。また1対1ではなく、まあ、3対1でも大丈夫ですし、まあ、一気にホールの人間を全て底上げしてくれっていうようでしたら、もうそれもやらさせていただきますので、よろしければお願いいたします。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。